はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編の第10章ですね。やっていきましょう。で、ちょいと遭遇戦をやって、この前ですね、モズメが、仲間になったんですけど、モズメは村人でレベルが1だったんですけど、とりあえず4に上げました。こいつは生何がいいのかっていうと、スキルですね、スキル。ちょっとスキルみんな見ていきますか。新しそうなスキル。ご奉仕の喜びがあるんで、フェリシアは、自分が杖で味方を回復させるとき、自分も同じ量だけ回復できる。広範囲の回復かなと思ってたら、ちょっと違ったっていう。あとは、こいつ、モズメ、量成長とかいうのがあるんですよね。レベルアップ時、全能力の成長判定にプラス10っていう。こいつは期待できる、村人のくせに。という、あ、救出か、救出も覚えましたよね。救出コマンドを選択可能、隣接する味方を自分の後衛に回すということで、まあ、ピンチになったら後陣に回せるっていうことですよね。防陣か。自分の位置を入れ替えると、これは、ひなたは待ち伏せ、自分のヒットポイントが半分以下の時、敵から攻撃されても自分から先に攻撃を行う。これ微妙だな。回避プラス30といったところかな。なので、まあそのまま次の章に進んでいきましょう。では第10章、忍びの里。アンヤ王国の罠を見抜き、出雲公国の王イザナを救出したミカミックスたち。そこで得た情報から龍馬たちが向かったという無限渓谷へと向かう。その途中、大きな森に差し掛かった。風魔の森、忍びの里。これまんべんなくレベル上げてった方がいいのか、それとも主力をどんどん上げてった方がいいのかっていうのが、まだちょっと方向性が見えない。もう使ってないやつは使ってないですからね。大きな森だね。今からここを通るの？無限渓谷に行くにはこの森林地帯を抜けなくてはならないわ。ここは独立国家である風魔公国の支配下にあるけれど、通り抜けるだけなら何の問題もないはずよ。出雲公国のようにアンヤの手に落ちていなければの話だけど。大丈夫ですよ、アークア様。あの国には優秀な忍びが多くいます。イザナ公はアンヤ軍は海から来たとおっしゃってましたし、おそらく強力な兵を多く有する風魔公国を避けて進軍したのでしょう。風魔で戦が起きているという情報がないことが何よりの証拠ですよ。そうね、確かにそんな情報はないわね。そっか、二人がそう言うなら安心だ。お前は何の情報も掴んでないのか。イザナ公も何も言ってなかったし、きっと大丈夫だよ。出たお待ちください、ミカミックス王子。お前ゾーラ、貴様何しに来た。また何か企んでいるようなら叩き切る。落ち着いてください、私はもう何も企んでおりません。ただあなた様方にお力を貸せればと思い追いかけてきた次第にございまして。どういうことだ。私はレオン様に見限られた以上、もうアンヤ王国に戻ることはできません。無理を言っていることは重々承知しておりますが、私めもお仲間に加えていただけないでしょうか。きっとお役に立ってみせますので。私はもう男にも行くあてがないのです。何寝ぼけたこと言ってるの。そんなことできるわけがないわ。やはり叩き切る。わかった、ゾーラ、同行を許可する。え？じゃねえよミカミックス。頼ってくる人間を見捨てるわけにはいかない。他に行くあてがないのならなおさらな。レオンにあんなことをされた後でまた何か無茶をするとも思えないし、信用してあげてもいいんじゃないかな。こいつお人よしどころかバカなんじゃないか本当に。ミカミックス王子、ありがとうございます、ありがとうございます。あなたはまるで神のような御心を持ったお方です。大げさだよゾーラ。我が弟はよほど世間離れをしているようだ。危なっかしくて放っておけん。そうですね、そうですねっていうか、マジバカだなこいつ。でもそんな三上兄様だからこそお力になりたいってそう思うんです。おいゾーラ、お前のことは三上に免じて特別に認めてやる。
だが少しでも妙な動きをしたら分かっているな。はい、キムに命じさせていただきます。で、ゾーラ仲間になったの？ずいぶん歩いたね。この分だと思ったより早く無限渓谷につけるかもしれないよ。はい。乗り物とかはないの、この世界に。どうしたんだい、さくら。少し疲れた？いえ。龍馬兄様と匠兄様、ご無事でいらっしゃるでしょうか。いいかい？さくら、あまり思い詰めると体に毒だよ。いきなり説教しだしたな、こいつ。難しいかもしれないけど、できるだけ前向きに行こう。そうですよね。私頑張ってみます。それでこそいつものさくらだ。危ない。何？手裏剣？カッて。カッてなんだよ、今の音。これは風魔広告の忍びのものです。ねえ。ミカミックス、周りに大勢の忍びが。なんだって？気づかなかったのか。またアンヤの罠じゃ。いえ。違います。マクベス様の現実ではありません。これは本物の意志を持った忍びたちです。おい、お前、なんでのおどろとに刃を信じていいんだな。だって下手な真似をしたらあなた私を殺すと言ったじゃないですか。それならいい。だが、だとしたらなぜ奴らは攻撃を仕掛けてくる。決まっているだろう。我が国はアンヤ側についているからだ。お前は我が名は小太郎。小太郎。風魔広告の皇后だ。小太郎っていう名前の風貌じゃないな。皇后、小太郎。どういうこと？この国は独立国家ではなかったの？誇り高き忍びたちがアイヤの支配を受けるだなんてらしくないわね。忍びに誇りがあるのか？失礼な、支配されたのではない。我々は自らの意志でガロン王と手を組んでいたのだよ。有事の際、風魔広告はアンヤに味方をする。そして代わりに、アンヤが白夜に勝利した時には、ガロン王は私に多大な領地をもたらすと約束をした。それから私はずっと待っていたのだよ。戦端が開かれるこの時をずっと。そんな、名高い風魔広告の王がそんな欲に溺れる輩だったとは。残念です、本当に。大いに落胆してくれて結構。野心というのは隠してこそ輝くものだ。風魔広告で戦が起こらなかったのはこういうことだったのね。迂闊だったわ。王族がいるのなら好都合だ。悪いが全員ここで倒れてもらおう。そしてこの戦を制し、我が風魔広告を白夜王国に代わる王国として君臨させるのだ。そうはさせない。僕たちはこのような卑劣な手には屈しない。みんな行くぞ。とりあえずセーブで、ユニットはちょっとどうしようかな。主人公は強制参加か。まあさくらとアクアは入れて、フェリシアも入れて、ツバキも入れて、モズメはちょっとまだ弱いから無理。オロチはちょっと術使いとして入れとくか。ヒナタ強いんだよね。ヒナタ、サイラス、オボロ、ここら辺は強いから入れる。鍵開け要因として再造か鈴風かだな。再造だな。そうするとあとはどうしようかな。ヒノカも移動力すごそうだから入れとくか。でリンカーを入れてこれでいこう。 OK。 宝箱とかでもなさそう。あ、あったあったあった。この宝箱ある。こいつ誰？ミコ。回復薬か。結構いっぱいいるな、敵が。すっげえ近くにいる。そしてこの森は多分進めないんだろうな。あ、飛行ユニットは進めるっていうやつか。どう攻めていこうかな。再造はちょっと右の方の鍵開けにしないといけないんで、これで攻撃で倒せっかな。倒せないけど、まあしょうがない。落ち着いてね。俺もいるよ。すごい。で、フェリシアちゃんで倒そう。あれ？こっちこっちこっち。危ない危ない。この手で。行きますよ。
てある。なんとかなりました。お、なんだなんだなんだ、うわ、なんだ、なんか地形が変わった。まあいいか。やばいな、なんかすげえ強力ユニットが弓使い。そうか、飛んでるから弓は危険なのか。みんな忍びからそうするとこいつら基本。お、竹槍みたいなのがあるんだ。飛んでるけど刺さるのか。和の心でサイラスとどうなの。いけるな。おお、倒せるしかない。突撃、強い。悪く思わないでくれ。あとはちょっとこいつらは新聞だな。なんか、あ、そうだ、俺アイテム打たせたんだもんな。そういえば力の薬だったかなんだか、この戦闘中だけ力が上がるっていう。こいつの進撃が遅い、やばい。でこいつは天魔だから、あと誰だ、こいつか。一応うーん、ここ大丈夫かな。レベルアップ。こいつは何が上がればいいんだ。これ技がめっちゃ上がってるな。お、特別な歌ってなんだ。こいつを、うわー、結構食らうな。ここにいて、で持ち物、力の薬、これこれ使おう。ショーの間プラス2ドーピング。早速攻撃を仕掛けてきたけど、あれだ、遠距離か。うわー、下がった。そうか、手裏剣はそういう能力があったか。無駄、下から狙ってきた。おー、ラッキー。なんだ、増援か。ん、あれはタックミー。タックミー目がやばいよ。タックミー兄様、目がやばいって。よかった、生きていてくれたか。うっか、な、何をするんだ、タグミ。やめるんだ、タグミ。日の金さんに火を、火じゃねえや、矢を放つなんて。殺す。認められるのは僕だけでいい。何？様子がおかしいぞ。やった時に気づけよ。そんな。どうしてしまったんですか、タグミ兄様。僕だって強いんだ。僕だって仁義を持っているんだ。なのに、なのにみんな。他の兄弟のことばかり、ミカミックスのことばかり。な、何を言っているんだ、タクミ。正気に戻ってくれ。僕を見てくれないものなどいらない。僕の邪魔をするものなどいらない。みんな、みんな消えてしまえ。タクミ、マジか。あの異様な目の光、もしかしてこの読みが当たっていれば私の歌で何とかできるかもしれない。今ならまだ間に合うはずだわ。マジっすか。いた、あ、いた、あ、いた、いたって、な、な、なんだこれ、竹槍。竹槍効果だ。でも回復、先にダメージが当たってくれるのはいいな。ちょうどいけるし。こいつはマリファナを吸ってる。目治ってるし、しかもいつの間にか。なんでだよ。わ、また麻薬をやり出す目になった。誰も僕を見てくれない。誰も、誰も。待って、匠、お前はいい。あなたは操られているの。恐ろしい見えない力によって。私が目を覚まさせてあげるわ、今すぐに。アクア、よかった、正気に戻ったのね。はあ、正気に、何のことだ。それにここは一体。ごめんなさい、話している暇はないわ。私たちは今風魔公国の者から襲撃を受けているの。あなたも加勢してくれるかしら。わかった。ねえ匠。え、なんだよ。私はあなたのこと頼りにしているわ。あなたは強い、そして聡明だわ。
他の兄弟たちにない魅力をあなたは持っている。私はそう思っているから。え？え？それじゃあ行きましょう。ぼーっとしてたらやられるわよ。おい。アクア。仕方ない。頑張ってやるか。白夜王子匠の力見せてやる。おお。これは仲間になったか。いいね。弓使いようやくだな。射程は2。特攻飛んでるやつ。ま、いいか。で、おもろでちょっと下のやつをぶっ倒すか。この弓兵を。いくぜ。そうか。弓兵は射程1だと反撃できないんだ。反撃っていうか攻撃そのものができないんだ。魔力が1になったぞ。もう一人、ひなたはな、どうしようかな。メイドちゃんで攻撃するか。倒せるしね。一緒に行くよ。おりゃー。おー、すげー。すみません。あとはこいつらもぶっ倒したいか。とりあえずソシアルナイトで一旦下のやつを攻撃して援護ができるかな。信じて。おー、どうだよ。すまないな。で、自分はどうしよう。上に行くか下に行くか。とりあえず下に行くか。あいつはほっとこう。ひなたでとりあえず攻撃をして倒そう。おりゃー。負けるわけねえよ。レベルアップ。12か。うわ、これ何なんだろうな。ちょっとしか上がんなかったりいきなり超上がったりするのは。これ上から攻められる。なんかわかんねえな。こいつ何兵だ。槍か。こいつも機動力がなさすぎるし。オロチ下から行くかね。のためちょっと固まって行った方が良さそうではあるからな。なるべく援護攻撃ができる陣形をやりつつ。リンカがな、遅いといえば遅いんだよな。まあやはり反撃できないところから狙っては。うわ、かかった。ちょっとそろそろ回復しないとまずい。やばいぞこれは。じゃ行こっか。うわ、めっちゃ食らった。死んだ。こんな、うわマジかよ。しまった。かなりの深手を負ってしまったみたいだ。悪いけど後ろに下がってるよ。ゲームオーバーになる。これゲームオーバーにはならない。ちょっと先に出しすぎたな。いやー、これ生き返らないモードだと多分ゲームオーバーだったな。出てもうマジかよこいつら。俺を信じて。カジュアルモードなのに。手助けするよ。うわ、で、こいつでこいつを攻撃して完全に弱ってた。当然だよね。食らうときは食らうから。てか力の薬全く役に立たなかったな。呪いし。貴様か。貴様が成敗してくれる。こちらは悪いね。叩き打ちだ。オロチは射程2から攻撃できるから。え、そうか、こいつも射程2から来るんだ。そうするとサイダースで1回減らすか。またこいつも突出させて死にそうな気がするけどな。おりゃ、おっ、ミスった。マジか。 59% 素早いってことか。じゃあちょっと一応ここで。うわ、マジかよ、すげえ減るな。ちょっとリンカも届かないしな。そもそもタックミーは、タックミーは届かない。メイドちゃんで一旦回復させよう。
4回復するだけでもだいぶ違うからな、このゲーム。1とか2でも結構重要な数字になってるっていうことが分かったかな。こいつここに置いといて、いけねえし、流脈とか使えないからな。流脈を使えるやつがいない。歌遅いよ。おぼろしまった。おぼろも強かったから前線に出しとくべきだったな。いるか。俺も行くよ。14キロってことか、これ。ちょっと失礼。うわ、大丈夫か、大丈夫か。狭いな、この戦場は。まあ森だからしょうがないんだけど。うわー、メイドちゃん弱えよ。偉い。どうする。5しかない、5しか。椿は、まあ、飛んでるから、なるべく森のところで戦おう。よし、完全勝利っと。天満ユニットは超役立ってる今。あ、なんだ、またか。で、こいつは上から行って、1残るか。結構減ったな、ヒノカも。こいつの援護やったところで倒せるか。一応倒せる時に倒していこう。私たち並べきます。そうだ、いけるはずだ。ザコが身の程を知れ。回復回復しないと死んじゃう。で、これで自分も回復すると。自分減ってなかった。で、ソシアルナイト、まだヒットポイント24あるから完全に壁役だな。よし、行こう。うおー、これ何なの、減るな。攻撃力が高いってこと。呪いし、俺死にそうだけど。さくらちゃんで回復させないとまずい。大きく回復させる、これだな。おお、めっちゃ回復した。呪い師同士の戦いだとどうなる。あ、そんなに減らないな。いける。じゃ、行こうか。うわ、なんだあれ、サンダーみたいな、サンダーの劣化版みたいな感じだ。ヒョロヒョロヒョロって。タックミーは、タックミーちょっと上に行くか。宝箱欲しいからな。サイドをもう少し前に出さないと。サイラスをいけるような。 96% は外さないだろう、さすがに。いかん、思い出し笑いが。何の思い出し笑い。これ危ねえな。メンヘラ女その2号になるの、これ。おっ、そこそこ分かった。幸運のパラメーターの存在意義がちょっとまだ分かんないんだよな。何に影響するんだ。リンカ遅いな、こいつを。歌で、とりあえずリンカに歌っとくか。完全なる経験値稼ぎ。もう前線に行ける。痛い。回復。こいつらパラメータ減ってる。戦闘力が低下している。ここに扉があって、どう攻めるんだ。こう攻めるのか。オロチのヒットポイントがまずい。タックミンどうしようかな。タックミン弓使いだからあんまり接近されても困るしな。で、天魔武者は単独行動になるっぽいけど、まあいいや、とりあえず行くか。天魔武者同士でくっつけよう。フェリシアはできればな、回復させたいんだけどな。杖届くか。届く、ナイス。ひなたはこっち。おぼろもとりあえず進めるだけ。上からいけるかのかな、これ。行き止まりになるっていうのが最悪のパターンだからな。さくらで、アクアと。機動力がかなり低い。当たった。敵は動いてこない。とりあえずじゃあ
遠距離でちょっと減らそう。こいつはミコだから多分攻撃できないんだな。うちで言うサクラみたいなもんだ。リンカ全然レベル低いな、こいつ。レベル上げをしなくては。お、2つ。ナイスだ。ありがとう。でも全然経験値が上がらない。お、やったー。おー、またかよー。竹槍地獄。こいつなんだ。呪い師が多いな、今回。まあ、忍びが多いのはわかるけど。常人。じゃあこいつらでとりあえず。おお、全然減らない。うわー、ミスった、マジかよ。最近ミスが出るようになってきたな。今までもうほぼほぼ当たってたのに。ガードしてもこれ能力下げられるんだ。2残るか、しょうがない。これ素早さも大事かな。そうするとやっぱり攻撃は多分素早さだな、影響してくるのは。防術サイゾーサイゾーサイゾー、ここ全然動けねえし。タックミ動けるか。これソシアルナイトでいって、なんかこうあんまり出すぎるとな、一気にボコされっかんな。あれ、なんかよくわかんない、よくわかんないけど回復したぞ。使っちゃったってことか。ショートカット的なコマンドだったのかな。いでいで、あ、敵も当たる。5、なんで5も回復すんの。きたー。叩きのめしてやる。こいつは手やりだから攻撃できるのだよ。手裏剣 4×2×3、 結構食らうなこれ。うわ、ちょびちょびだけど食らう。13食らうよこれ。うわ、3だ、マジやばい。うお、しかもこの2が痛いぞ今。敵をどうするかな。とりあえずこの風魔兵は絶対倒せるから、できれば槍が届かない。ここだな。あれ、ずれちゃったか。あれ、ずれてる、ずれてるな。66% でも命中率が低い。頼む、当たれ、かせたー。もう一回、よし。2回攻撃じゃなかったら危なかった。で、椿をどうするかな。ここにするか。 85%、 これ外れたらかなり痛いぞ。よし、 OK。 レベルアップ。よしよし。リンカどうする。匠で攻撃しよう。結構減るけどしょうがないな。弓使い、かっこいいなこの弓、レーザービームみたいな。お、調子に乗るなよ、調子に乗るな。91とか異常なんだけど。強いんだ。異常な強さを誇っている。一体どういうことなんだ。桜で回復させよう。頼むぞ。よし、レベルアップ。力が分かってもしょうがないしな。ちょっとリンが前線に出すか。才能の鍵上げが15か。どうしようかな。一応ね、傷薬持ってるんだよね。使っとこう。椿持ってたっけな、傷薬っていうか。動けねえし。フェリシアで椿を回復。お前じゃない。オッケーオッケーオッケー。だいぶ立て直した。斎藤、オロチ、ひな、さと。で、なんとなく歌う歌うか。と言ってもやることがない。進むか。来たか。7×2。14分か。
痛い。これ使ってなかったらかなり危険だったな。なんでゴム回復するんだよ。リンカとな、これ名前はさんオロチか。まだレベルが低いからな。お前とならおれやん。ボクサー完了。まあ確かに力は魔法防御だけ上がってもしょうがねえだろ。はっきり言ってレベルが上がった意味が全くないな。フェリシアちゃんで回復させないと危険だな。ライブライフにしよう。ケチってこオッケー。レベル11。これもう絶対2とか上がんないな。いや、わかんないけど、未だかつて2上がったことがない。こいつ壁役で、オロチを天魔武者か。こいつをここにつけて、才能をちょっと才能かけなかったけどな。まあでも戦局はもう消したな、これで。あとはちょっとレベル上げをしつつ、杖ってね、使うとね、減っちゃうんですよね、1個。なるべく竹槍のないところに行こう。これでいいかな。やってきたか。36。私はお前たちを倒し、私の王国を作る。この野望、たとえガロン王でも拒むことはできる。阻むことはできぬか。落ち着いてね。痛っ。おりゃ手助けするよ。戦いのアングルが変わってる。ひどい、マジひどい。でも宝箱はちょっと先に取っとかないといけないから、まずはこいつは確実に殺しとかないといけない。王地をここに配置して攻撃を。一撃で死ぬのかよ。非常に危険です。そんな方法で分かる。どうする。これはやばいな。日向を前に出すか。こいつはこいつで、ここで持ち物、傷薬を使うか。しょうがない。防刃を組もうかな。そうすると攻撃よりはちょっと防御主体でいきますか。狭い、狭すぎる。火の火は14か。どうなるこれ。あ、でもあんまり食らわない。相性がいいのか何のか分かんないけど、攻撃しとこう。あ、でもどうせあえて回復されるんだ。おれ、痛い、ずるい。クリティカルが出た。誤差あった。計算が違った。早い、こいつ。罠か、これ。やばいやばいやばい。だいぶ俺の計算が崩された。傷薬、あれ、傷薬って自分にしか使えないの？隣の人に使えないの？そういう仕様か。傷薬ぬりぬりができなかったか。殺されるぞこれ。 76% をかわさないと殺される。くおー、認め。うお、完全に馬から吹っ飛ばされたな。敵の力を侮っていたようだな。すまないが私はもう戦えない。撤退する。グッバイ。12。あ、そうか、こいつ、そういえばこいつを殺さないと後ろの宝箱取れないじゃん。これはかなり難易度高いぞ。こいつだって殺すと終わっちゃうしな。一匹残しとけよかった。
そこにやってとりあえず攻撃楽しみそうじゃの。お願いします。よしよしよし、ひょんこいつはもうユニット死の覚悟で行くしかない。ちょっと待って、ちょっと待てよ。誰が強い？ひなた。俺の切り札、あれ俺の切り札ひなた。うん、さすがだな。行くぞ。せんやかせんこれ防塵組んでた方がいいかもしんないな。で、椿でとどめを刺せるな。よし、いける。 99% 当たる。手こずらせてくれる。終わってないぞバカな。頭を突き刺したなそんな私の野望が、私の風魔王国が。でもボスアングルちょっと見にくいんだけどめっちゃ経験値入った。木立を手に入れた。あいつはほっとくと。いやーガチャッコ、どうせ何もできないっしょ。で宝箱を取ってガチャッコ。何が入ってる？あ、これあれだ、隣にワープさせるってやつだ。まあ、最後の1体だけどちょっと交代して攻撃。あ、間違えた、待機しちゃったこいつで最後倒したいなーって思ってたら、タックミーはレベル11だろ。リンカがねやっぱ弱いからな。ちょっとリンカで倒そう最後は。メイドもなんだかんだで11になって、そいつは回復しかできないから、回復して経験値を稼ぐと。で打ったぎる。8残るか。オロチで1回攻撃しよう。気をつけろ。せんやー、防塵になってると援護攻撃に入ってくれないと思って。2残るし、なんだかんだで。こいつは殺すのか。そう、ちょっと止まっちゃったけど、防塵組んでる人だと援護攻撃に入ってくれないと思ってたんで、今まで防塵組んでなかったけど、俺は防塵組んでた方がいいな援護攻撃入ってくれんじゃんということが分かったので、ちょっと次からは戦略を変えていこう。組めるやつは組んでこう。今までってことはしょぼい戦い方をしてきたってことだなあと竜脈地がいっぱい溜まってんな。全然使ってないからな。サイラスオロチ、よかったです。元に戻ってくださって本当によかった。みんなに心配をかけてたって、全くお前というやつは。な、泣かないでくれよ。二人ともいい年してみっともないぞ。みっともなくていいです。匠兄様の前でなら私みっともない妹でいいです。私もだ、愛する弟の前でならみっともない姉で一向に構わぬ。そうか、俺は嫌だな。ありがとう、心配かけてごめん。これで一安心って感じだな。やっと主君を守れるぜ。たくみ様、よかったね。え、でも今まで何をしていたんだい？国境の戦闘で何があったの？はあ、あの戦闘か。あれは大変な戦いだった。最初は出雲公国との国境で戦っていたんだけど、時間が経つにつれて戦場は無限渓谷まで広がって、移動するうちに龍馬兄さんとはぐれてしまったんだ。じゃあ龍馬兄さんの行方はやはりわからないままか。やはりってなんだよ、お前匠に期待してなかったのかその戦闘の最中、敵の攻撃で大規模な崖崩れが起きて、それに巻き込まれた僕は無限渓谷に落ちてしまった。無限渓谷に？しかしお前は生きている。どうやってここまで戻ってきたんだ？わからない。記憶があるのはそこまでで、今ここで目を覚ますまでの間、どこで何をしていたのかは全く覚えていないんだ。そうか、まあこうやって生きて帰ってこられたんだからよかったさ。洗脳手術受けてねえだろうなこいつ。あの底なしの谷から生還できるなどとんでもない奇跡だぞ。ね、
僕はここに来るまで一体何をしていたんだ。いいえ、それを気にする必要はないわ。あなたは何かの魔術にとらわれて自分の意志とは関係なくこの地までやってきた。それだけ。いや、そんなわけにはいかない。日の香姉さんの腕には矢がかすめた跡があった。それは僕の持つ風神球の矢の跡に違いない。僕は日の香姉さんに攻撃をしたんだね。それは教えてくれ。僕はみんなの前で一体何をしたんだ。お前を処刑する。匠、お前は処刑者だ。ここで出会うとすぐに僕たちに攻撃を仕掛けてきた。そして正気に戻るまでずっと白夜軍と戦闘を行っていたんだ。そんな長く戦闘してないよ。悪いけど速攻でマリファナの呪縛から解き放ってあげた気がするんだけど。王子が自国の軍に攻撃だなんて許されることじゃない。一度敵対してしまった以上僕はもう白夜軍として戦う資格はない。いや、極端すぎだろ。資格がないなんてそんなことはないよ。僕だって最初は敵国の王子だった。でも君はそんな僕を何のわだかりもなく受け入れてくれたじゃないか。だからわだかまりはあっただろう。いや、そうでもなかったけど。そうだったかもしれないけど、とにかく今はこうしてここにいるんだ。失敗したと思うならこれから取り返していけばいい。僕は匠と一緒に戦いたい。一緒に戦ってくれるよな。うん、うん、これまでの暴言の数々許してくれるなら。もちろん何にも気にしてない。ありがとうミカミックス兄さん、それからアクア姉さんもありがとう。いいのよ。なんだか顔色が悪いけど、お前も麻薬か。大丈夫よ、少し疲れてしまっただけ。すぐに良くなるから気にしないで。うん、薬物中毒というやつか。失礼します。皆さん報告です。地下牢にカゲロウさんが捕らえられていました。何？カゲロウが？日の香様、大丈夫か？カゲロウ無事でよかったぞ。だがどうしてここに？龍馬兄様と一緒ではなかったのか？はい、私は皆様に大切なことを伝えねばなりませぬ。大切なこと？もしや龍馬兄様はもう。龍馬兄様、まさかあれが最後だったなんて。龍馬兄さん、帰ったら立派な墓を建てよう。何を言っておられるのかさっぱりわからぬのだが、龍馬様は生きておられるぞ。ん、そうなのか。さよう。龍馬様は匠様とはぐれた後、暗夜に行っていた石膏と落ち合われてな。暗夜王国で内乱が起きているとの情報を得るとすぐにシュバリエ公国へと続く街道へと向かわれた。また新しい国が出てきた。シュバリエ公国。では龍馬兄様は今暗夜王国に向かっているのか。私はそれをお伝えするために白夜王城へ戻るよう仰せつかったのだが、風魔公国の領内を通り抜けるときに無様にも捕らえられてしまった。このような醜態を晒し面目次第もない。いや、生きていてくれてよかった。龍馬兄様もカゲロウもみんな無事で本当によかった。さあ行くわよ。さっきの戦闘で一人死んだやつがいるけどね。役立たずミカミックスってやつが。龍馬がそこに向かっているのなら次の目的地はシュバリエ公国ね。また暗夜王国に戻ることになるけど覚悟はできているミカミックス。うん、もちろんだよ。では急いでこの地を離れて船のある港町に向かいましょう。小太郎公はもういませんが、同じ志を持つ忍びがいつまた襲ってくるか分かりません。戦争が終わるまでこの国には近づかない方が賢明です。そうだな。このことは共に捕らえられていた仲間が白夜王城に伝えてくれる手はずとなっている。早ければ半日後にも王城を守っている軍師雪村の耳に入るであろう。ミカミックス様、以後は私もこの軍に力添えした。龍馬様もきっとこのことを期待されて私を使わされたはずだ。ありがとう。かげろう、君がいてくれると心強いよ。主君と離れて心細かっただろうによく頑張ってくれたね。早く龍馬兄さんと合流してこの戦争を終わらせないと。これから白夜王国とは少しの間お別れか。てんてんてん、行ってきます母上。また仲間が増えた。というところで第10章、終了したので、今回はこれで終了したいと思います。